猫見つけたのはどっちだ。え、違う。あれ、猫が壁。窓の外に何かを見つけた子猫。それなのに壁に向かってボンちゃん。これは探索行動と呼ばれるもので、本能的に獲物を追いかける行動。ただ幼少期は対象を見間違えたり、対象とは全然違うものに驚いたりしてしまうこともあるんだって。頑張れ子猫ちゃん。これは今欧米で流行している大人用の三輪車ドリフトトライク。安定感のある太い後輪を生かし、さまざまな走りを楽しむ。何ゴンゴンしてんの。裏には何もいませんよ。おうちゃん、これ、いたずらするじゃない。これ、ひねりに倒れてる。下り坂を滑走、上級者になると回転の可能。しかもそこに反応してんの。何もあーカーブを曲がれず、ガードレールに激突。ダメ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 と踊れ。そもそも車輪の太さが違う曲がり物に乗り、車体に固定された紐が邪魔で自由が利かない状況。そして遠心力で激突。よく見れば乗り乗りなのは前の男だけ。しかも人一倍驚いて乗せたのは友達だけ。なんとも人にもなりな事故だった。何にもよ